長物車、長物車、長、物車、英語、フラッテカーとは、貨車の一種である。一般的には、長弱物を輸送するための車両であるが、その形状から長弱物輸送以外の車両も含まれる。形態としては、台枠の上に、後半や、キータ製の床板を張った、フラットな車体を持つ。黎明期の長物車は、複数の車両に積み荷を渡しかけするための、 回転枕木を中央部に備えた構造であったが、車体長を伸ばしたボギー車が登場すると、側面に荷崩れを防止するための柵柱を備えた構造となった。また、特定の積み荷に特化した物資別的豪華車も存在する。現在、JR に所属する車両は、ほとんどがレール輸送に使用されている。大枠とニスリギ、 肉崩れ防止用の柵しかない汎用タイプと特定の積み荷を輸送するために製作された専用貨車がある。前者は主に長い木材や電柱、土管、エスカレーターといった長弱物を輸送する他の車両である。長弱物だけでなく、戦車などの車両類も輸送することがある。後者は、レール、鋼板、鋼片、ビレットなどを輸送する貨車,車で専用の受け台がある。 レールを輸送するための車両については、汎用タイプの車両に、レール用禁定装置をつけた車両もある。二軸車は、勇者や被害者として使われることもある。かつては、ボギー車もミサオ重車の被害者として使われることもあった。ミサオ重車の被害者として使われる車両は釣り上げ、金具を積載している。日本のコンテナ車ももともとは、長物車に分類されていたが、 1966年、昭和41年にコンテナ車を制定した際には、コンテナ車に分類されている。一方、私有貨車である生石灰石コンテナ専用のチキ8万、型と MDI 石コンテナ専用の JR 貨物チキ1000型は、携帯上は、コンテナ車であるが、私有貨車の運賃制度において、コンテナ車の扱いになると、高になり、国鉄、JR 貨物が、 コンテナ車の私有を認められなかったため、車席編入の条件として特定コンテナを専用とする長物車に分類されている。他にも、チキ5000系2台は海上コンテナと長弱物を輸送する兼用車として製作されたため、長物車に分類されたほか、スライドバンボディシステムによるコンテナ積載方式を採用したチキ100.00タは実質的にはコンテナ車であるが、 積み荷がトラックのバンボリであり、コンテナ車でも車運車でもない独特の貨車であるため、長物車に分類されている。地砂急線型は長物車に分類されているが、ピギーバック輸送の試作車であるため、実態は車運車である。日本国有鉄道及び JR 各社における記号はチンバー、ティンバー、材木の地で1928年に実施された。 車両商法規定改正によるものである。明治時代の長物車は小型の二軸車で当時は材木車と呼ばれ、記号は地であった。その他に無害車との兼用車もあり、土地と称した。また特殊用途の車両として鉄桁運搬車があり、記号は桁と称した。大正時代になるとボギー車と三軸車も製作された。 戦前には高速運転可能なチキ1500型が軍事輸送のために大量に制作されたが、1943年昭和18年には戦時設計としたチキ3000型とチキ400型が登場した。戦後になるとチキ2600型が制作されたが、それ以降は一部を除き部品流用も含めて多形式からの改造で賄われ、 汎用タイプの長物車は1968年、昭和43年に三軸ボギー車の試作車である地、900型が申請された他は長らく申請、されなかった。1959年、昭和34年には、コンテナ輸送用の地機5000系、初代が登場し、その後は地機5500系、初代、二軸車の地雷地系。 2台が登場したが、1966年、昭和41年のコンテナ車制定に伴う、豪快制で、コンテナ車に分類され、それぞれ、国旗5000系、国旗5500系、古来1型に改版されている。1960年代に入ると後半、鋼編など、特定の積み荷を輸送するために専用化車が、各種製作されたが、他形式からの改造がほとんどであった。 1970年代に入っても、戦前、戦時制の長物車が未だに使用されている状況であり、北海道では三軸車である地差百型も未だに使用されており、他の貨車に比べて近代化が遅れ、老朽化、陳腐化が否めなかった。これら長物車を置き換えて近代化を図るため、1975年、昭和50年に完全申請者の地機7000型が150両、 制作されたが、国鉄の財政悪化により、単年度で制作が打ち切られ、本格的な置き換えには至らなかった。1976年、昭和51年には、私有化車発の長物車であるまま、石灰石コンテナ輸送用のチキ8万型が登場した。携帯上はコンテナ車であるが、国鉄の規則の制約により、長物車に分類された。 その後は再び多形式からの改造で賄われ、主に余剰となったコンテナ車から長物車へ改造が行われた。1974年、昭和49年には、ロングレール輸送用の地機5500系、2台が古機5500系の改めで登場し、当初は東北上越新幹線建設に伴うレール輸送用に使われた。1977年、 昭和52年には同じく古機5500型から改造した汎用タイプのチキ、6000型が登場した。1979年昭和54年には古機譜5万型と古機1万型との台車交換で余剰となった台車と車体を組み合わせて改造した停車クレール輸送用のチキ5200型が登場した。国鉄末期には長物車を使った貨物列車は次第に トラック輸送に切り替えられ、中には、経年の浅いチキ6000型やチキ7000型までもが、余剰廃車となった。1987年、昭和62年4月の国鉄分割民営化に、際しては、事業用、補選のためのレール輸送用として使われる車両が、設備を保有する、旅客会社各社に継承されたほかは、日本貨物鉄道、JR 貨物に継承された。 1988年、昭和63年には、コンテナ積載方式の一種である、スライドバンボディシステムを採用した試作者であるチキ900系 JR 貨物が、古希5万系の改造によって登場し、1989年、平成元年には、その量産者であるチキ100系 JR 貨物が同じく、古希5万系の改造によって登場したが、 運用コストや専用トラックの汎用性などの問題から1996年、平成8年に通常コンテナ輸送に切り替えられ運用を終了した。1992年、平成4年には出荷製品としてのレール輸送用の私有貨車としてチキ5500系 JR 貨物が登場した。国鉄継承のチキ五千五百系二台に準じて製作されているが、 台車、車体などは、国旗100系に類似しており全くの別物である。JR 旅客会社各社と同様、補選のためのレール輸送用として在籍している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。